撮影場所、愛知県小牧市撮影場所、愛知県小牧市、岸岳の町屋撮影場所、名古屋市西区の四感道屋根神、または屋根神様は、愛知県や岐阜県などで見られる屋根の上に祀られた、祠である。古い家屋の一階日差し屋根屋の岸田などに設置され、一般に、日瀬の秋葉神社や薬よけの津島神社のほかに、伊勢神宮や宇治神を祭り、 町内や隣組といった地域の小組織で祭祀を行う。久し屋根や軒下など地面より高いところに祀ることから屋根神と呼ばれるようになったが、秋葉さん、お天皇さんと祭神を指して呼ぶ場合も多く、他に軒神様、単に町の神様、町内神社、宇治神さんなどと呼ぶ地域もある。現在では屋根や軒下など高所に上がっての祭祀が危険という、 理由から地上に降ろされた社も多いが、元は屋根にあったので、屋根神という名前を使用することが多い。通常、親しみを込めて、屋根神様と呼ばれる。名古屋市内では、戦災被害の少なかった西区に多く残り、ついで、中村区、中区と続く。名古屋市全体では135社。屋根神の所在確認調査は、消しがあり土の屋根神様と山地秀樹の写真集。 名古屋の屋根神様でそれぞれ行われた。消し川の調査によると市内244社、産地の調査によると市内221社だが2009年森実の調査では市内135社と激減している。都市化による再開発や地域共同体の縮小、祭礼を中心的に取り行ってきた人々の高齢化、 交通量の増加等により従来から続いてきた祭例の簡素化や廃止が進み、その数は減少傾向にある。愛知県尾張、三河地方、岐阜県美野、飛騨地方にも見られるが、名古屋市や周辺地域が、厚田、秋葉、津島の三社を一つの社殿で祀るのに対し、名古屋市以外では、秋葉単体、もしくは、伊勢神宮や、宇治神などと合わせ祀られていることが多い。 また、単体の津島神社と並べて祭るケースもある。祭礼は、町内や隣組など、小組織が輪番制で行う。名古屋市の例を見ると、百数十個が、数組に分かれ当番で世話をする、大町内もあれば、道を挟んだ数個が持ち回りで世話をする、隣組もあり、祭礼単位は様々である。また近年居住者の、少なくなった長屋では一個で神様を守っている。 ケースもある。主な祭礼に、正月、月次祭、厚田勝負祭、津島祭り、秋祭り、秋葉祭り。地域によっては独自の祭礼日を設けて、祭祀を行う。社にはしごをかけ、野菜や果物など供物を備え、祭神の神門が染め抜かれた紫の幕を張り、同じく祭神の名前が書かれたちょを吊り下げる。ちょの代わりに上りを立てることもある。 祭人の祭礼日には、お札や、ちょの中心を祭礼日の祭人にする。地域によっては、祭礼時に神主を呼ぶところもある。最近では、はしごをかけるのは、危険なので、車の元に台を置き、その上にお供えするところが多くなった。午前中、早朝に準備し、午後3から4時にかけて、片付ける。供え物は、当番が自分で購入して備え。 再礼当番が終わると、次の当番に、最後の入った箱や備品入れの鍵が、ついた、札等を回す。以前は、社の前で鏡火を焚いていたが、現在では、ほとんどの町内で行っていない。屋根紙に関する資料は乏しく、その起源については解明されていない。屋根などの公所に祭り始めたのは、社を設置するための土地を庶民が手に入れることが、できなかったため、 空間的余裕のある屋根や軒下に設置したのではないかと考えられている。また、その起源を、津島信仰に求める説と、秋葉信仰に求める説がそれぞれ提起されているが、実際にはその謎については解明されておらず、わからないことが多い。愛知県名古屋市、市宮市、犬山市、清洲市、春日井市、小牧市、瀬戸市,市、津島市、岡崎市、西尾市岐阜県岐阜市、 大垣市、郡上市、関市、田地見市、橋間市、美野市、高山市、名古屋市西区役所では、区内に屋根神が多く残ることから、2001年に西区の屋根神様マップとしてまとめ、2008年まで無料配布された。ありがとうございます。